ブルックリンはアメリカ海軍の軽巡洋艦。ブルックリン級軽巡洋艦の一番艦。艦名はニューヨーク州ブルックリンにちなむ。その名を持つ艦としては三隻目。ブルックリンは1935年3月12日にニューヨーク州ニューヨークのブルックリン海軍交渉で寄港した。1936年11月30日にキャサリン・ジェーン・ラッキーによって、 命名、浸水し、1937年9月30日に、艦長、W.D. ブレレトンジュニア大佐の指揮下収益した。ブルックリンは1938年後半に、パナマ運河地帯で艦隊に合流した。第8巡洋艦分艦隊に配属され、1939年4月まで、艦隊と共に、定期任務に従事した。 4月中旬に帰国し、4月30日に行われた、ニューヨーク万国博覧会の開会式に参加する。5月23日、ブルックリンは、ニューハンプシャー州のショールズ諸島から6マイルの海域で、事故を起こした、潜水艦スコーラスの救助任務に参加した。ブルックリンは6月3日まで救助引き上げ作業の、ベースシップ任務に従事した。 その五歳海岸に向かい太平洋艦隊に合流。1940年2月18日にゴールデンゲート版国博覧会の開会式に参加した。ブルックリンは1941年3月まで西海岸で任務に従事し、続いて親善訪問及び訓練のための巡航で南太平洋に向かう。5月に新珠湾を出港。 東海岸に向かい大西洋船体に加わる。1941年7月1日から7日まで、アイスランドのレイキャビクに向かう海兵隊を運ぶ、船団の護衛を行い、その年の残りは、船団護衛及び中立パトロール任務に費やされた。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦すると、ブルックリンはバミューダからカリブ海の海域の偵察を行った。 1942年4月、アメリカ合衆国とイギリス艦の戦団護衛任務に割り当てられ、同任務中の9月3日、攻撃を受け放棄された輸送艦、ウェイクフィールドから1173名の兵士を救助した。ウェイクフィールドは大きく破損したが、その後懸引され修理が行われた。1942年10月24日、ブルックリンは北アフリカに向けて、 ノーフォークを出港した。11月8日には、フェドハラ上陸支援のための砲撃を行う。この任務の間にブルックリンは、沿岸砲台からの砲撃を受け、関西砲2門を損傷、乗組員5名が負傷した。1942年11月17日に、カサブランカを出港し東海岸に向かう。1943年1月から7月まで、ブルックリンは、 戦団護衛任務に従事し、東海岸とカサブランカを3度往復、その後地中海に向かい7月10日から14日まで、シチリア島進興作戦支援のための護衛及び、砲撃任務に従事した。地中海に泊まったブルックリンは、続いて、アンツヨ、ネットゥーノへの上陸支援を行う。1944年5月13日から23日まで、 フォルミア・アンツヨへの砲撃に参加し、続いて、南フランスへの上陸に備えた訓練に参加した。1944年8月15日には、フランス南部海岸への上陸に先行した、艦砲射撃任務に参加した。ブルックリンはその後も地中海に泊まり、1944年11月21日に、シチリア島を出港、1月30日に、 ニューヨークに到着した。オヒギンズ1944年12月から1945年5月まで、ブルックリンは、ニューヨーク海軍交渉で後半オーバーホールが行われた。1945年5月から9月まで、東海岸沿いに訓練を行い、その後フィラデルフィア海軍交渉に入居、不活性化オーバーホールが行われる。 1946年1月30日に予備役となり、1947年1月3日に退役する。1951年1月9日、ブルックリンは相互防衛援助計画の下チリに売却され、オイギンスと改名される。オイギンスは1980年代まで現役任務に着き、最後は1992年にスクラップとして売却された。 ブルックリンは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。